トギモチセカンドです。今日はね、こちら韓国コンビニで買ったこのミニダンパッチャルドーナツ、ミニアンモチドーナツ、まあ生地がもちもちで餅が入ってるわけじゃないと思うんですけど、になんかね、あんこと一緒にこうくるみかなんか入ってないかな、あーなんか穀物かな、はい、穀物も一緒に入った、ドーナツらしくって、4個入り。これはレンジでチンでいけるのか、50秒だそうです。ちょっとチンしてみます。もうさ、チンしながら余談なんですけどさ、今日は私のね、最近のちょっと現状についてを軽く話そうかなと大した内容じゃないんですけど、今電子レンジのとかめっちゃうるさい。あのね、この電子レンジ安いの買ったからさ、音はうるさいわ、秒刻みがね、設定できないわ。だからメモリの感覚で1分、2分、3分とかでね、こう調節はできるんですけど、なんかちょっとこれね、ミスったなと思って。でさ、電子レンジの音さ、こんなうるさいのなかなかないよ。あっちのキッチンのやつとか普通に音こんなにならないもん。できた。さあ、どうかな。はい、こちらです。わー、本当にドーナツではないか。美味しいかな。あ、でもなんかめっちゃドーナツいい香りしてる。ただやっぱりさ、レンジのやつだとこういう揚げ物系はさ、サクッとならないよね、多分。ちょっと割ってみよう。あ、でもほかほか、美味しそうじゃん。あかっ、あんこあっく、うん、あ、美味しい美味しい、うーん、うまい。あっか、うん、でもさ、チャルドーナツっていうだけに、なんか生地がもちもちで美味しい。うん、なんかね、なんだ、くるみじゃないんだ。ちょっと食感がさ、ナッツの食感がある。穀物って書いてあるけど。あっ、うん。うん。これさ、本気で中がもちもちで餅みたいだから、あん餅食べてるみたい。あん餅揚げすごい美味しい。うん、え、さっき説明さ、どこまで言ったっけ。カスタードクリームの方もあるんですよね。中がクリームが入ったバージョン、クリームチーズかな、はっきり見てない。まあ、クリーム版があって、そっちちょっと気になったけどね、そっちもまた買ってみようかな。これなかなか美味しかったから。生地がもちもちだから、外は別にサクサクではないけど、でもなんかそれで美味しいかなと思います。はい、ということで、うわ、私何話すんだったっけ、なんか話そうと思ってた内容なんだったっけ。あ、今の現状か。今の現状、まあ大したことじゃないんですけど、最近ね、めっちゃピークに、そんなのな、多分だけど、コロナがだいぶその国的にそのいろいろと緩和されてきたから、その分いろいろとね、お仕事をいっぱい、まだありがたいことにいただけるようになって、まあなんか、まあコロナの期間がずいぶん減ってたのがあってね、まあその分ちょっとゆっくりできたとこはあったけど、でまたありがたいことにお仕事いっぱいね、入ってくるようになったので、それでね、もうめっちゃ忙しくって、いや、あんまり忙しいって忙しいアピールするの好きじゃないから、もう忙しいって言わないようにしてるんですけど、もう最近言っちゃうよね、本当に。で、あのね、もう忙しすぎて、もうね、なんだろうな、常に慌ててる状態、やばい期限来る、やばい、これここまで終わらせとかなきゃ、これやっとかないと明日大変なことになるなみたいなのがずっと毎日続いてて、ヘトヘトで、でね、もうまさかの、私何を削っても絶対やってた熱盛をね、もうここ何日もやってないっていうね。でさ、何日もやってないとさ、熱盛開くの怖いの分かります？なんかもう村草ぼうぼうになってない、どんな状態みたいな。で、なんかちょっとこう恐怖でまた開けないみたいな状態になって、でもこれある意味よくって、1日のその30分ぐらい、まあやらなきゃいけないことをやるっていうね、熱盛をやるっていう時間があったんだけど、その30分が節約できてるって思ったら、もうとりあえず一旦今は熱盛休止期間かなっていう、落ち着くまではちょっと熱盛せずに行こうと思って、まさかのね、私熱盛休止中なんですよ。多分ね、どうでもいい人からしたらどうでもええの話というか、多分 90% の人がどうでもええの話なんですけど、でもね、私の中では結構まさかの出来事なので、どんなに忙しくても熱盛の30分は欠かさないだろうと思ってたら、欠かしてるようになってるよね。うん、ちょっと自分でもびっくりなんですけど、っていうぐらいちょっとバタついております。なんか実は言うとね、ブログの方がなかなかもう間に合ってなくって、ブログがちょっとおろそかになりつつあるんですよ。ここもうね、1
年ぐらいずっとそんな気がする。でちょこちょこね上げてたりはするけど本当にかけてないから。私でもね元はあの YouTube より先にねあのブログで始まってる人間なのでブロガーをメインでやってたんですよ元はね。だからさそこの元の最初の始まりの部分をね大事にしなきゃなって思ったりもするから、ちょっとねブログは本当に頑張っていかなきゃなって個人的に思ってます。よかったら応援してください。もう応援って何の応援だよ、私が書くの応援するのかわけわかんないですよね。ごめんなさい応援しなくていいですただちょっとこう時間を空けてでもブログはちゃんと書いていこうってちょっと思わなきゃと思ってね、まあ、まだ書けてないかもしれないけど書いていこうと気持ち的には思っております。はい、インスタはねできるだけやっぱり投稿なしになっちゃうとあれなので、まあできるだけ投稿してるんですけど、最近ねインスタの投稿ずっと食べ物ばっかりで、日本に行くことが多くって、日本で食べたものを結構あげてたら、なんかね私もともと韓国のものをあげるインスタでやってたつもりだったので日本のものばっかりになってて、あれしかも香川ばっかりになってるとこがあったから、多分ねフォローしてくださってる方は香川じゃない方はやっぱり香川なかなか行けないから、その投稿の内容的に韓国のものもっと見たいって方が多いのかなと思って、まあ、これからねちょっと韓国の投稿をできるだけ増やそうかなとかそういうのも考えたりしてます。はい、という感じですね。まあよかったね、まあ、見てくださる方はインスタもフォローしてください。日常のね服とかあげたりとか、まあいろんなものあげてるので私の服装みたいな興味ねえの方多いかもですけど、いろんなものあげてるんでよかったら見てみて覗いてみてください。でよければフォローしてみてください。以上、ぎもちの、軽い最近のお話とアンボールでした。